はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も自民党総裁選挙を叩いていきたいなというふうに思っています。本日はね、福島県で行われた候補者討論会の様子を見たわけではないんですけれども、ネット記事に上がっていたものをね、叩いていきたいなというふうに思うんです。まあ復興についてですよね。でその前にね、一昨日ぐらいですかね、数日前に小泉ポエマー進次郎の動画アップしてるんですよ。小泉公文50選というものですよね。とんでもない発言を今までやってきたわけですよ。まあそれをまとめたサイトがあったので、そちらの方を皆さんに共有したんですけれども、まあお時間ある方はね、こちらになりますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思っています。そして昨日はですね、立憲代表選の枝野ですね、消費税について枝野の論理を猛烈に批判したわけですよ。まあ昨日の動画結構ねブチ切れてました。私申し訳ないと思っています。まあブチ切れてはいるけれども、あまりテンション上がりすぎないようにブチ切れたわけですけれども、まあこいつの言う消費税の論理というか、消費税は必要なんだと、必要なんですが庶民の皆さんがお困りですので給付という形で還元していきたいみたいなことを言うじゃないですか。まあそれについて猛烈に上げ足を取った動画がこちらになるんですね。こちらの方もぜひ皆さんにご覧いただきたいんですけれども、今回は福島県ですよね、東北の大震災の復興支援について討論会で各候補者が福島の思いというものをね、語ってるわけですよ。もうね、正直言うとネタバレですよ。薄っぺらいんですよ。めちゃくちゃ薄っぺらくて中身なさすぎでしょと。いかにお前たちが福島のことを忘れて無関心になっているんだなということが分かるようなコメントなんです。もう一回言いますけど、この討論会自体は僕見てないんですよ。記事ベースなので前後の文脈とか全く分かんないんですよ。この記事を見た僕の感想なんですが、本当に薄っぺらいものになってるんですよ。そちらの方を皆さんに共有したいなと思っています。こちらですね、自民党総裁選挙に立候補した9人の候補者は15日の午後、福島市で演説会を行って福島の復興を進める考えを訴えましたということなんですよ。まあまあこれ薄っぺらいですから。小林ですね、アルプス処理水の話、水産業を私たちは国家として応援していかなければいけないと、総理になれば中国政府と直接向き合ってこの問題を解決していきますということなんですけれども、このアルプス処理水問題、このアルプス処理水って言っていいのかどうかもまだ疑問が残るところなんですが、水産業ですよね、中国が全面的に輸入を禁止したわけですよ。それで大ダメージだったんですよね。何でしたあれ、ホタテでしたっけ、特に被害が大きかったのは。まあそれに対してね、政府はある程度のお金は積み増ししたんですけれども、あんなことじゃダメだと思うんですよ。その時の赤字を補填するぐらいの勢いがないとダメなんですが、赤字に対して何十パーセントぐらいでしたっけ、あれ 40% でしたっけ。全部の赤字を補填したわけではないんですよね。でもその赤字を作った張本人は国家の施策ですよね。アルプス処理水を放出すると決めたことに対して中国が禁輸を決めたわけですよ。でアルプス処理水放出を決めたのは国ですからね。それで赤字を被った水産業を助けますとか言っておきながら、助けてるのは赤字額全額の補填ではなくて、ちょこっとしたもの、まあちょこっとではないですけれどもね、全額ではないわけですよね。まあそういったことを僕だいぶ叩いたと思うんですけれども、今更小林も何を言ってるんですかと。あと林官房長官ですね、次の復興しっかり財源を確保して、これまでを上回る財源をしっかりと確保してこの復興を成し遂げると。もう何言ってるか分かんないですよね。全く分かんない。この復興に関してしっかり財源を確保してとか言ってるけれども、特別復興税とかね、あれそのままにしとけばいいのに、特別復興税もそろそろ終わりになるので、いらなくなった分の 1% 分を防衛費に回すとか言ってるじゃないですか。で復興特別税が完全になくなったら税金を払わなくていいわけではなくて、その分をまるまる防衛費増税分に賄っていこうぜという動きがあるわけですよ。そんな動きがある中でどうやって財源を確保していくんですかと、そういう思いがあるのであれば復興特別税から防衛費に回すようなことするんじゃねえよと、まあ、いうふうに思うわけです。
あとは小泉進次郎ですね。私が総理になったらこれは決着をさせたいと、そう思っている一つは風評被害です。この処理水の影響で今輸出ができない、この中国の問題もありますが、取り組みをさらに加速して進めていきたいというふうな感じなんですよ。いやいや、風評被害は総理にならなくたって風評被害をなくそうという活動はめちゃくちゃできると思うんです。しかも小泉ポエマー進次郎は元環境大臣でしょ。そして超人気者なわけですよ。そういう人が一役買ってさ、風評被害撲滅みたいな運動を全国各地でするなら分かりますよ。これ総理にならなくてもできることじゃないですか。でも総理になったらこれを決着させたいって本当何にも考えてないんですよね。とりあえず復興のことについて差し障りないように答えてみましたけどみたいな感じですよ。で、上川ですね。私が総理になれば今も力を入れている福島の美味しい食材を外交の現場の中でこうした動きを加速させてまいりますと、提供するということですね。で、輸入禁止国に粘り強く交渉して規制を撤廃してまいりますと。これ可もなく不可もなく普通のことですよ。でもさっきも言ったように総理じゃなくてもできるし、これ外交の場でやってるんだったら別に問題はないですけれども、まあぶっちゃけだから何って感じですよね。続いて加藤元官房長官、福島からいただく桃美味しいですと。ぜひこういう美味しいお米や果物や水産物なんで輸入しないんです、何の根拠があるんですかと、輸入しろよということですね。で、輸入禁止の完全な撤廃を目指してまいりましょうと。これも可もなく不可もなく誰でも言えることですよ。これ総理だから言える、総理になったら言えるじゃなくて誰でも言えることですからね。これ一般人の意見ですかと。で、河野太郎ですね。人口は減っているけれども、人が人に寄り添うぬくもりある温かい社会をこの日本のさまざまな地域でこれからも作っていく、維持していく、そのためのデジタル化でございますもうこれもちょっと分かんないんですよね。まあ言ってることはね、間違いではないんですけれども、そのためのデジタル化、強引にデジタル化に持っていきたいというポジショントークですよね。続いて石破、私は遊びや冗談で防災庁を作ろうとしているのではありませんと。気象庁の予算は600億しかない、そういうような予知をする体制をさらに高めると。でもう何も言えんね。これも何もようわからん。あと茂木さんですね。廃炉という息の長い取り組みを完了して初めて実現をする復興の取り組みを加速、列島改造によって地方の活性化を図っていきたいと。これ廃炉という息の長い取り組みってね、まだ終わりが見えないですからね。一体いつ終わるんですかと。もう今世紀22世紀では終わんないんでしょう。だから23世紀まで見てるんですかね。こういったことですよ。廃炉するにもめちゃくちゃ時間かかるんですよね、原発って。あと高市早苗ですね。本当に福島県復興への思い、東北復興への思い、そしてまた能登半島も含めて被災地復興への思い、時間はまだかかるけれどもやり遂げると。時間かかるのは分かりますけれども、その時間を悠長にだらだらと作ってるのは誰ですか。自民党ですよねと。一刻も早い支援を求めてるんですよね、被災地。今で言うと能登半島ですよ。能登地震の皆さんは一日も早い復興を願ってるわけですよ。それでもね、時間かかる、一歩一歩着実にとか言って1年も2年も3年も先延ばしするわけでしょ。こういうことをやってるんですよ。だからやってることと言ってることと思いがちぐはぐすぎませんかと。特にこの9人の候補者の福島への思いというのを今ね、記事ベースで皆さんに紹介したんですけれども、まあ薄っぺらいじゃないですか。内容ないし、これ一般人が言ったことなのかなとも思うし、これ総理にならないとできないことですかということもいっぱいあるわけですよね。今できることあるでしょと。なんで今やらないんですか、やってこなかったんですかと。思いを口にするのは誰だってできるんですよと。その思いを実行してこなかったのが今の内閣であり自民党与党なわけですよね。そういったところのベテラン重鎮にいながらさ、口だけではさ、復興の思い皆さんに寄り添ってとか言ってるけれども、やってることと言ってること違いすぎませんかと、というふうな内容でした。以上になります。ありがとうございました。